はい、どうもこんにちは、キリンです。ヒカルさんの登録者解除祭りなんですけど、皆さんお疲れ様でした。いやー、よかったですね。最高ですね。最高の夏の思い出ができたんじゃないかなと思いますが、僕はですね、このイベントはですね、すごく素晴らしいイベントだったなと思っておりましてですね、これにはちゃんとした理由があって、結構なんか柴田さんとかはすごく批判的な、なんか集団いじめだみたいに言ってましたけど、僕の考えはちょっと違くてですね、僕としては、ヒカルさんの登録を解除するっていうことは、割と健全な行為だなと僕は思っていてですね、ヒカルさんのことが嫌いだとか、すごく批判してる人がいるんですけど、批判してる人がその気持ちを表すための、すごく真っ当な行為だと思うんですよ。登録解除ってですね。で、ヒカルさんはですね、まあ、ヒカルさん側の事情もいろいろあると思うんですが、まあ、詳しい今回の騒動の説明ができなかったり、まあ、コメントが承認制だったりとか、まあ、ヒカルさんに対していろいろと今回の件で不満を持っている方にとっては、まあ、ヒカルさんはじめ、まあ、ラファエルさんだったり、騒動の関連する人たちに対してストレートに批判することがなかなかできない状況がずっと続いてました。で、まあ、そういった流れも含めてですね、ヒカルさんの実家だったり、まあ、その他の方の住所特定だったりとか、いろいろと、まあ、陰湿というか、まあ、遠回しな嫌がらせみたいなツイッターの凍結だったりとかにつながったっていうことも要因の一つとしてあるんじゃないかなと僕は思っていたので、まあ、今回のようなですね、ヒカルさんに対するヘイトを、まあ、直接本人にこうぶつけるような貴重な機会というか、まあ、イベントになったんじゃないかなっていうことで、いいガス抜きになったんじゃないかということで、そういった意味で、素晴らしいイベント、ありがとうございました。お疲れ様でしたという、で、まあ、これで少しはですね、すっきりしたんじゃないかなっていう、ということで、最高ということで、最高。登録解除最高っていう、感じです。ちなみに僕は全然ヒカルさん嫌いとかではないですけど、まあ、イベントは良かったなっていう感じでした。ということで、以上となります。ありがとうございます。